皆さんこんにちは、ゆずきゆかりと絆あかりです。私はタイトルから話が想像できてしまう本ってあんまり好きじゃないの。こういうのとかこういうの、わざわざ例なんてあげなくていいわ。そういう本も決して嫌いじゃないんだけど、楽しみが一つないと思うと寂しいの。楽しみ？ええ、読む前にタイトルから話を想像するのって楽しくないかしら。例えばクレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲。確かに大人帝国ってなんだろう。大人が子供を支配する国かな。子供に逆襲するの？なんで？ってなる。結構いい感性持ってるわね。じゃあこれはどうかしら。銃とチョコレート。世界中の狂気が全部チョコになって平和が訪れた話かな。それかチョコが貴重品になって第三次世界大戦が始まったとか。すごい、あかりさんは本当にセンスあるわ。ゆかりさんに褒められると嬉しいよ。で、正解はどっちなの？どっちも不正解よ。ただいろいろ想像できることは素晴らしいからそこを評価したの。そんな気はしてた。早く本題に入ろう。アイキャッチ。これは怪盗ゴディバが富豪から宝を盗み、探偵ロイドが彼を追いかける話よ。どっちが主人公？主人公はゴディバが描いたと思われる地図を拾った小学生くらいの男の子、リンツ。ゴディバ、ロイド、リンツに加え、さまざまな人が登場して、盗む者、逃げる者、追いかける者が目まぐるしく変わる手に汗握る作品よ。臨場感のあるどんでん返しが面白そうな作品だね。やっぱり小説の良さって日常には珍しい、そういうのを味わえるところだよね。あら、日常も面白いわよ。事実は小説よりきなりとはうまくいったもので、日常でもどんでん返しは頻繁に起こっているわ。特に人の役職や立場は時間の流れとともに変化しやすいものよ。ゆうこちゃんの経験から言うと、学童保育の物静かなアルバイトの先生は中学校の音楽の先生になったし、育児なしのクラスメイトはみんなが知っている大企業に入社したし、近所の優しくて面白かったお兄さんは絶賛ニート中よ。役職や立場なんてものはまさにどんでん返しの代名詞であって、その日その時限定の存在よ。確かに優しそうなタレントも裏ではめちゃくちゃ厳しいとかよく聞くもんね。もう見た目や役職といった第一印象は当てにできないや。一方、性格というのは短時間で変わるものではない。大人はなおさらそうね。今になって言うのも卑怯だけど、例の学童の先生はカリスマ性はなかったものの、聞く力と伝える力はあった。頼りないクラスメイトは課題は期限までに必ず提出し、それでいて内容も妥協しなかった。近所のお兄さんは優しかったけど、時々道徳的に過激なことを言っていたから、まあそういうことよ。立場を含め第一印象は人の根っこを隠すのに最適ってことだね。良くも悪くもそうね。そして人は目に映るものに善悪をつけたがるけど、そもそも悪って何かしら。邪魔な存在でしょ、誰にとって。悪って自分にとって不都合な存在のことだと思うの。だから誰かの悪の価値観をそのまま受け入れると不利な方へ流されることがある。流されていても泳げればいいって言うけど、流される人は大抵溺れているように見える。そういう人が自分は泳げていると錯覚することが私にとっては悪よ。引きこもり、戦争、貧困、窃盗、嘘つき、虐待って悪かしら。細かく分解しても全部悪かしら。それってあなたの考えかしら。もしこの作品を読みたくなったら概要欄をチェックしてみて、購入先のリンクを貼っておきます。所要時間は4時間程度、小学校高学年以上におすすめです。ご視聴ありがとうございました。ございました。